最強のエキスパートチーム GI 上はアメリカ合衆国のテレビアニメ。1983年から1987年にかけて放送された。また、1989年には第2期が制作され、1991年まで放送された。日本では、1986年からテレビ朝日系列で放送された。2009年に公開された。 実写版はこの作品をベースとしている。原点は1964年にアメリカ合衆国の玩具会社ハズブロが男児向けに発売したミリタリーアクションフィギュアシリーズ。当初は現実のアメリカ軍、ナチスドイツ軍などを再現した男児向け着せ替え、人形で12インチサイズだったが、1982年度よりサイズを3.75インチとし、 多彩なキャラクターの織りなす正義と悪の軍団構想というスタイルに刷新された。GI 上チームは米軍の特殊部隊であり、ほとんどのメンバーは米国出身である。ただし、米国以外の国では米国色や軍事色を薄めるため、世界中から集められた強い肉体と勇気と正義の行動力を持ったエキスパートたちという内容に変更され、国籍も 世界各国に広げられた。日本では、米軍を表す白い星マークの代わりに和紙をモチーフに、したエンブレムが考案され国内向けに販売された、玩具のパッケージやシールに用いられた。日本では一部のエピソードが1986年7月24日から1987年3月27日まで放送された。 わずか9ヶ月もの間に放送時間が2点3点し、スタート時の1986年7月から8月に、木曜朝10時30分、その後1986年9月には、土曜朝5時55分へと移動し、最終的には1986年10月から1987年3月の最終回までが銀曜夕方5時30分に放送された。 本作には第1シリーズと第2シリーズがある。第1シリーズは実写シーンのオープニングから始まり、本編ストーリーの最後に GI 上のメンバーが子供たちへアドバイスを送るセクションがある。日本での放送時にはややハードなストーリーを緩和するため、吹き替え版において日本版独自の翻訳や声優のアドリブによるコミカルな脚色がなされていた。 2021年現在、日本は DVD 版、ブルーレイ版はリリースされておらず、海外は DVD 版はリリースされている。2018年にハズブロが再び日本法人としてハズブロジャパン合同会社を設立したため、2021年現在、第1期における日本語吹き替え版の共同提供はハズブロジャパンとタカラトミーが担当することになった。 タカラトミーがハズブロジャパンと関わるのはこれが初めてであり日本でのトランスフォーマーシリーズとは異なり厳密にはタカラトミーの登録商標ではない時は1980年代世界征服を企む悪の組織コブラによって世界の平和が脅かされようとしていたそれに対抗すべく政府はアメリカ軍のエキスパートチーム G.I. 女王を戦いの任につかせた。こうして正義のチーム G.I. 女王と世界征服を企む悪の組織コブラとの戦争が始まった。米国軍に所属するエキスパートチーム。共通の号令は Go G.I. Joe 1982年登場1983年登場1984年登場1985年。 登場九百八十六年登場九百八十七年登場ローハイド、ローハイズレネゲード、レネゲーズ九百八十七年から九百九十四年まで登場の上達その他バトルフォース二0バトルフォース二0 0九百八十八年登場ナイトフォース。ナイトフォース九百八十九年登場九百九十年登場スカイパトロール。 スカイパトロール1991年登場1992から1994まで都市登場忍者フォース、忍者フォース,ススターブリゲード、スターブリゲード世界征服を目的に暗躍するあるの、テロリスト集団。共通の号令は、コブラ、ドレッドノック、ドレッドノックスコブラと結託する、傭兵部隊。クリムゾンガード、クリムゾンガードコブラコマンダーの親衛隊。 コブララ、コブララ氷河期到来以前に地上に巨大な超文明を誇っていた爬虫類人種の王国。コブラを影から操っており、サーペンターの誕生にも関与していた。アイアングレネーダー、アイアングレナディアーズ武器メーカーマーズ社の実戦部隊。社長のデストロ自らが指揮しており、世界各地で武器の需要を増加させるべく、戦闘工作を行う。 兵士ヨーロッパ諸国出身のエキスパートたちで構成された特殊部隊。各はスタッフ各はスタッフ地上最強のエキスパートチーム GI 上各和リスト。内はアメリカでの制作順で、放映順ではないことに注意。テレビ朝日では33話で終わってるが、南海放送では36話で放送した。放送系列は放送当時。 放送日時は個別に出展が掲示されているつぼねを除き、1987年2月中旬から3月上旬、時点のものとする。本作は、トランスフォーマーシリーズの、ジェネレーション1と呼ばれる、作品群と世界観を共有している。最新作としては2009年に、G.I. ジョー、The Rise of Cobra が発売されている。特に NES の2作品は、 共に、日本のキッドが開発を手掛けていたりするが、大半の作品は日本では発売されていない。日本においても発売されているゲームとしては、1992年に、コナミより発売された、アーケードゲームがある。内容は、デューク、スカーレットなど、GI 上のメンバーを動かして、世界征服を企む、コブラ軍団を殲滅する 3D シューティングゲーム。 G.I. 上、シネ c i n e m a t d a y 日本では、上記のタイトルで放映されたほか、欧州諸国では、アクションフォースの名前で放映され、副題も、エイリアルアメリカンヒーローから、インターナショナルヒーローズに変更されている。その他、フランスや、カナダ・ケベック州では、ヒーローズ・サンズ・フロティエールの名で放映、中華民国では大英雄の名で放映されるなど、 全体的に国際的かつ、米国色を薄めた内容になっている。ただし、劇場版における、日本語を吹き替え版は、ハズブロジャパンの単独提供となっている。フィギュア王ナンバーワンにワールドフォトプレス、1998年5月30日、発行、ISBN4 から846521567。 93ページ https コロンスラッシュスラッシュ www.alcinema.net l y スラッシュシネマスラッシュ334271テレビ局ネットワークアニメディア1987年3月号学研79から81ページ北日本新聞1987年6月8日付長官テレビ欄 北国新聞1986年8月1日付長官、テレビ欄。北国新聞1986年11月25日付長官、テレビ欄。ありがとうございます。